浜劇は愛知県北南市山の上町の絹浦温泉街にあった映画館。1958年に開館し、1962年に閉館した。太平洋戦争中の1944年には、壁海軍、明治村等端地区の明治航空基地の将校をもてなすために、約5キロメートル西の壁海軍新川町に特殊飲食店街が設置された。 当時は、下湾岸の埋め立てが進んでおらず、この地域は、沖見園海水浴場に面していた。終戦後には、パチンコやマージャンなどの娯楽施設も立地し、この地域は、下流街として発展した。1956年に売春防止法が制定される前、1954年には、温泉街への転換を図り、同年に開業した、料理旅館吉文を皮切りに、 最盛期の1957年には10軒もの旅館が営業していた。1958年には愛知県道5十五名古屋壁南線から西側に入った場所に映画館の浜劇が開館。浜劇は平屋建てであり、270席の座席を有していた。日本の映画館数がピークを迎えたのは1960年であり、この年の壁南市には浜劇、 新森座、新川キネマ、鈴木座、三映座の5巻が存在した。日本の映画観客数は1958年を境に減少に転じており、開館から5年後の1962年には閉館した。1961年には新森座が、1963年には鈴木座が閉館しており、最盛期の旧新川町域に3巻あった。 映画館は1960年代半ばには姿を消している。ただし、全国映画館録の各年版には1970年代初頭まで浜劇の名前が掲載されている。ありがとうございます。